駅構内、左側に、給旅客ホームがある、腕木式場内信号機小坂駅は、かつて、秋田県和野郡小坂町小坂鉱山麻古川、3にあった、小坂精錬小坂線の貨物駅である。地上駅。小坂鉄道の拠点となっていた駅で、駅構内には、機関区、コンテナホーム一面一線、農竜産貯蔵タンク及び、農竜山に役線があった。 農流産は、小坂清蓮所から、除蔵タンクまで、パイプライン輸送され、タンク車に積み込まれた後、海上出荷設備がある秋田清蓮飯島清蓮所に、輸送された。また、坂田湖駅から、火星ソーダが輸送されることがあった。1994年まで、旅客営業を行っていたため、廃止時点まで短式ホーム一面一線と駅舎が、残っていた。かつては、 駅から小坂製錬所までの公害側線があり、鉱石や硫酸などが輸送されていたが、1983年に廃止された。廃止後、駅施設を利用して、小坂鉄道レールパークがオープンした。廃止後、駅周辺の土地を地元の小坂町に賃貸し、車両や駅舎、施設等を無償状とする形で、2014年6月1日に鉄道保存展示施設、 小坂鉄道レールパークとしてをオープンしたディーゼル機関車については校内で体験運転が可能となっている。同年11月21日、文部科学省の文化審議会は登録有形文化財の登録対象として小坂駅本屋とプラットフォーム及び小坂機関車庫を更新し、官報告示後に正式に登録されることとなった。ありがとうございます。